はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんは遊戯王カードにはですね、まあ、魔法カードとかモンスターカードとか、まあ、いろんなカードがあると思うんですけども、魔法とモンスターいらないんじゃないかなって思ったんですよね。はい、ということで、本日、ご紹介するのは、フルワナバージェストマデッキです。先日行われたなんか水属性と風属性しか使えないなんかイベントあったじゃないですか。あれでなんか僕対戦相手の方使ってるのが当たって、なんか結構強かったんですよね、バージェストマデッキで。僕もちょっと組んでみようかなと思って、で、まあ、どうせだったらもうなんかバージェストマってそのトラップモンスターとして出てこれるっていう効果が、まあ、全員にあるんですけども、まあ、トラップだけで組めるなんかその希少なデッキだと思うんですよ、バージェストマって。まあもちろ ん、 なんか相性がいい魔法トラップ、魔法とモンスターとか入れた方が基本的にはいいんですけど、まあ、やっぱ動画投稿者としてはフルワナって言いたかったんですよね。なんで、全部トラップカードで組んできました。バージェストマンは結構共通効果で、トラップカードに直接支援することによって墓地から、蘇ってくるっていう効果が全員にあって、で、モンスターのその効果を受けないよっていう耐性があるんですよ。だから結構、ね、その相手のデッキによっては結構その硬くて強いっていう説があるんですね。でしかもあのバージェストマンのトラップカードには裏側に標示するカナディアっていう妨害とか、あと除外してるディノミスクスっていうね、カードもあって、でしかもあとあのメインデッキまあまあそのこの辺は安いっていうねのも結構いいところだなと思っているので、割とまあそのクソデッキにしてはなんかいいデッキなんじゃないかっていう、まあ、そんな感じなデッキになってますね。で一応必殺技をあのお伝えしておくと、マーラっていうカードがトラップカード何でも墓地をくれるんで、ディノミスクスであのロルバーコストにして切って、でマーラで、エレメンタルバーストを送って相手のカードを、ロルバーエレメンタルバーストの全部パー、これが必殺技です。これを決めていきたいと思ってます。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。いやこれあれなんだよな、水風フェスの時になんか当たってさ、バージェストマン結構強かったんだよね。だから俺も使ってみたかったんだよね。水風フェス全然やってなくてさ、申し訳なかったんだけど、なんかね、まあ、ちょっとだけやったらなんかバージェストも2連続ぐらい当たってなんか普通に負けて、めっちゃ強いなこれできてなったんでね。まあまあ、一切モンスター入ってないのはちょっとあれだけども、スモールワールドどうぞ。なんだろうこれ、 BF かな、残機かな、スモールワールド入ってできたんだこれ。あ、残機か、 OK 了承。これ残機か、まあでもまあ言うで残機相手だと3妨害ぐらいはなんか実質あるみたいなとこあるからなんとかあるんじゃないか。サーキュラー OK、 サーキュリング OK、 サーキュラーパイセンが出てきて、まあ、デビルコメディアン、これコイン当たってほしいなマジで。ちょっとこれ結構ねコイン当たるかどうかに割とかかってる感じはある。まあ、サーキュラー出てきた、まあ、サーキュラーちょっと飛ばしておいた方がいいかな。ちょっと飛ばしておきますか。サーキュラー君はちょっとアドバンテージを稼ぎすぎるため、ディノミで手札を1枚ぶん投げることによって、相手をゲームが除外していく。まあ、残機はこの程度じゃ止まんねえだろうな、さすがに。出た、家電を買うならアディオン、家電を買うならアディオン。はい、ディノミストップしようか。これ裏にしてで、ここでリンクショーができないからパラレルクショー出ない。あとは手数になるカードを言うてもそんなに、まあでも召喚券使ったよな今な、召喚券使った。いやサブトラー、やばい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 ぞやばいぞ、あのデッキやばいぞマジで、手数がやばいぞやばい。あーまあいいか、でもそれはしょうがない。で、あーやばい、貫通されるかもしれない、まずい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 、やばい。レベル4のモンスターにたでオーバーライン、エクシエンス召喚、ダランベルシアン、ダランベルシアンは止めるしかねえな。でもな、ダラン止めるしかねえな、ダラニングベルシアン止めるしかねえな。で迷い風の効果発動して、ダランベルシアン対象にとってそいつの効果を無効にしつつ、攻撃力を半分にしていく、かっこ永続。デビルコメディアまだいい、焦る時間じゃない、まだ焦る時間じゃない。ふっ、頼む止まってくれ、頼む止まってくれ、頼む頼む。
なえ、まあその向こうではあるけど、まあ、うちの子ではあるな、これうちの子ではあるな、デビルコメディアン、デビルコメディアンうちの子ではある、多分向こうではあるから出ては来ないと思うけど、デビルコメディアンぶち込んで、恋は当然聖地って言って当たれ、よし、オッケー、来た、これリソースないぞマジで、これリソースマジでないぞ相手、いやこっから、こっから貫通できるとさすがに、ちょマジでさ、え、召喚器使ったよね、もう、よし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 、よし、来た、耐えた、耐えた、耐えたぞ、耐えた、でかすぎる、ダルマカルマ来た、いいよダルマカルマ、非常にダルマは非常に、ちょっとエレメンタルバーストあるんでしょ、まあ、とりあえずオパビニア出すわな、バージェストマオパビニア出す、いやこれこっちでもいいか、難しいですね、でもアドバンテージ稼げんな、こっちなんだよな、こことここで、まあ一応こうしてオパビ出して、でオパビこうか、これでね、だからマーレラ持ってきて、でマーレラでロルバー切って、でロルバで、あれや、なんだっけ、エレメンタルバーストぶち込むわロルバでエレメンタルバーストぶち込んだるわ、でこれでバージェスもかなり出てくるんだろ、でロールバック落とすだろ、オッケー、これで相手のターン全部っぱ、これかませるね、これ来たんじゃない、これバトルフェーズだね、一旦これカナディアでぶん殴るね、まあ、伏せカード結構どうでもいいでしょ、残機なんだろうね、方程式とかあの辺あんのかな、墓穴とかもこのデッキマジで何も刺さないんで、モンスターないからほとんど、墓穴とか、まあ、あと、まあ、無限フォイダー多分打ってると思うから、墓穴、まあ、かぶってたスモールワールド、まあ抹殺とかあの辺なのかな、ダイヤ、なるほど、もうこれ打っちゃえば勝ちじゃない、トランザクションロールバック発動、対象、エレメンタルバースト、バラバラバラー、神、神ゲー、あー、はい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 、墓穴とあれね、あのサイバネティックコンクリクトね、了承、さあどうしますか、お、まだやる気あんなあいつ、確かにバージストまで打点が低いからね、結構切るとの難しいんだよね、まあ、オッパビニア打つわ、オッパビニア効果発動、あ、これレアンコイリアであれか、ロールバック戻したればもう一回寄ってんのか、これ強すぎるなこれやばいな、レアンコイリア発動で、レアンコイヤで、ロールバック戻して、でエレメンタルバーストをもう一度使い回す最強のムーブをかまし、で、ディノミスクスが蘇生され、あ、強すぎる強すぎる強すぎる、あ強っ、何このエレメンタルバーストループ、このデッキ使ってる思うんだけどさ、マジでさ、まあ、トラップデッキだからしゃあないんだけどさ、これ陰湿すぎるなこのデッキマジで、これ相手したらさすがに切れそうになるからうざいけど、まあ、ただ言うてそんなに強くはないっていう説あるね、ぶっちゃけうざいけど、うざいけど別に強くはないみたいなとこある、ちょっと一回ハリムシ打つわ、ちょっと裏ラやめてください、やめてください、裏ラだけは、裏ラ、よし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 、オッケーオッケーオッケー、とりあえず取った、とりあえず取った、なんだろう G かな、じゃあわかんねえな、なんか違ったな、ちなみに先行取られたら大体負けなので、基本的にはたまに勝てるかもしれないですけど、まあ、ほぼ負けてるんで高校を取ったら、まあやっぱトラップのみデッキはね、ちょっとあんまやっぱ拮抗勝負とか入れたらいけんのかもしんねえけど、拮抗勝負とか入れてると、まあちょっと先行の強さが歪むので、僕先手完全寄せてるので、あー、それはね、俺のいですが火を吹くぜ、バージェストマ俺のですの効果を発動、俺のですの効果により相手のマジックトラップカードを破壊、そしてその効果に直接チェーンすることによってバージェストマモンスターは墓地より特殊召喚、 OK、 さあ現れるカナディア、かわいいな、かわいいなお前は、さあどうする、お相手超事務者か、なに第8、まあいいだろう、第8か、なるほどな、これできれば、これ特殊召喚だけだもんね、これできればあれだな、
岩投手にディノミ打ちてえけど、岩投手も制限カードになってるんでディノミぶち込んだったら結構いけるんだけど、いやどうすっかなこれ。岩投手でしょ、岩投手、岩投手装備されんだよな。あーどうすっかなこれ。ここで打つしかないか。打って分かったわ、これ分かりました、完全に見えました。でカカシエで手札コストを捨てさせます。で、はい、岩投手はもういいです。で墓地の迷い風もセットします。これでサーチ入れたところで多分あの中スタイくらいなんですよ多分持ってこれんの。なので吐かせてディノミぶち込んででいいか、吐かせでしょ。でカカシエで手札コスト切れ、手札コスト切れ、あーオッケー。でこれで、蘇生でこれ効果無効にするでしょ。はい、で超獣武者カカシーさんの効果を無効にし、さらに俺のですが、ドア顔で出てきて、これで仲裁装備ディノミス複数で多分止まると思うんだよな。はい、ちょっと岩投資のサーチ入っちゃったのうざいですけど、まあ言うて多分あそうだよね。で手数がもう多分これで終わりだと思うんだけどな。はい、でまあ装備されましたと。で仲裁はリクルート入るんでこれこうして、でまたエレメンタルバーストとかいう最強カードを墓地に送り、一生手札コストにしかなってないんだけど、エレメンタルバーストくんマジで手札コストとしてはめちゃくちゃ優秀だからね。これでちょっともうさすがに手数で来られるとちょっと困るな。ちょっとここまでで頼むわ。バージストマって一回盤面崩されると全然無理なんだよ。もうちょっとマジで止まってくれ頼む。これ止まってくんないとちょっときつい。よっしゃぶねー、オッケー。そしたらあとはね、こう超人武者って手札がいっぱい入ってるんですけど、基本的にはバージスタモンスターって全員共通効果なんですけど、他のモンスターの効果一切受けないってマジでヤバい体制ありまして、なんか何ニビルとかエフェクトベイラーとかなんかウララとか効かないんですよね一切。これがねマジで強くて使っててなんかあるもんね。これウララか効かないんですよこれ。これ多分結構テキスト知らない人多いので割と打ってくれるんですけど、これ効かないんですよ一切ね。まあモンスター効果起きないからウララで無効にはならないし、ウサギで破壊はされないし、エレクトベーラーでも無効にならないしみたいな。でニビルでリリースされないしみたいな。まああれだでいっか。でオパビニアさん入れると手札から打てるようになるんで、バジワの手札から打つの結構楽しいんだよな。で一旦これでディノミスクスの方が強いか気がするんで、一応これでオパビニア置いといてエンドして、でまあ最悪マーレラで全ブッパーもいけます。トランジャクションロールバック落として、ロールバックでエレメンタルバーストを、まあちょっとディノミスクスがね手札コストいるんですよね。除外はできる。あー第8くん、はい、 OK です。これがねそうなんですよね、これがねまあ弱点というか、打ってもいいけどな。いやまあ こっちかな。ちょっとやりたいことはこっちだからこれ打つわ。 OK で、バージェストカナディア特殊召喚して、あ G か、はい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 、はい、これね、あこれねマジでね、これね今ねチェーンしてったらいいですね。なんかチェーン切りした方がいいです。バージェストってトラップカードの効果に直接チェーンしたら出てこないんですよ。多分ね、これ直接チェーン切りしちゃった方が、まあでもこれっちの方がまあアンドロ入るんだけど、チェーン切りしちゃえば出てこないみたいな話あるんで、まあまあでも今のはあれか、ドローしたかったって話だな。はいはい。で第8の効果はいいよ。で第8でサーチ入れるのはいいや、まあ、エレメンタルバーストぶちかましてなんとかなるでしょ多分。エレメンタルバーストぶちかました上で迷い風ぶち込めば多分あれ止まると思うんで仲裁 OK。なんかじわじわとなんかこう相手を追い詰めてる感じ癖になるような、バージェスマってオッケー、カカシよし迷い風の効果発動、さらにもう一回迷い風をセッツ。迷い風マジっつ、迷い風久しぶりに使ったわ。カカシ効果オッケー、まあこれは打つしかない。ディメンションアトラクターさんですね、ひたすら手札発マジで入ってんな、あれで強いな。まあ岩投手くんなんか蘇生させるわけいかないんで迷い風打ちます。で迷い風の効果発動してカカシーを対象に取り、マーレラちゃんの
効果によって出てきます。はい、特殊召喚、うお、はい、いやそうか、 G 中か、 G 中うざ、 G うざ、やばい、ちょっとワンチャン作られる可能性ある、これまずい。まあ仲裁ね、オッケー、了承しました。まあ必殺技打つしかねえな、そうなってきたら。もう必殺技打たざるを得ねえ。いくぞ、トランザクション、ロールバックを発動、自分の墓地のトラップカードの効果をコピー、うおっ、手札コスト少なくないのでエレメンタルバーストでいいですね。うお、滅びのバーストストリーム、よし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 、来た、これは来た、これは強い、さすがに、よし、あとの残りライフは、相手の残りライフは6800、キル取れなそうだな、キル取れなそうやな、これね、キル取れないっていう、これなんか相手のライフ削るのめっちゃむずいっていうね、まあ、そういう弱点はありますね。バージェストマンに何か光ってますね、また裏ですかね、あれは分かりませんが、まあ、とりあえずそうですね、まあこれはもうカナディアなんで持っていってますか。でレベル2のモンスターが3体でオーバーレイ、うおー、エクシエンス召喚、バージェストマン、アノマロカリスバトル。アノマロカリスくん、ちなみにあれですよ、あのなんかいつだったか、あの太古の時代の食物連鎖の頂点にいたと言われている最強モンスターですかね。高校の時の近くで習いましたからね、僕。はい。いまだに覚えてますね。アノマロカリス。かっこよかったね、これ。アノマロカリス。だから、高校の時の地学の授業で、初めてアノマロカリス見て、なんだこのモンスター、気持ちがかっこよってなったね。ああ。思い出したわ。さあ、まあもう、パピニアもあんま関係ないんで、これ、アーティウスまで出して。はい。で、迷い風、カナディア、ディノミスクス、アノマロカリス、アーゼウスという最強の妨害、何妨害か知らんけど、まあ、これで相手はもう詰んだ。完全に。完全に詰んだ。さすがにこの場面返せるだろ。さあ、来い、かかってこいよ。はい、楽しい、バージェストマン。いやー、やっぱちょっとあれだよね。ゴテキッチーやね、ゴテの勝つ試合1試合ぐらい取りてんだけど、なんか誰まかればとかぶち込んで、ワンチャンあるデッキとかだったら嬉しいんだよな。誰まが、オフリススコーピオ、やべえ。宇宙が起きる。なんだこれ、植物か。オフリススコーピオさん、ちょっと宇宙巻き起こしすぎるんで、サイコショッカー、何これ。ちょ、わからんわからん、何これ、このデッキ。怖いて。ダーリングコブラ、オフリススコーピオとサイコショッカー入ってるデッキって何、ちょ、マジでわからん。そんなデッキあったっけ、何これ、ダーリングコブラからオフリススコーピオダーリングコブラしてサイコショッカーコストにしてるデッキって、これ何、マジでわからん。ケルビーニ、ちょ、何これ、勇者、勇者なわけないか。もうオフリススコーピオの効果使ってるもん。融合強兵、はい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 、なるほど。ナチュル、あー、やばい、これあれじゃん、これナチュルビーストムーブだ、来た、やばい、うわ、うざい、召喚ムービー、なんでこいつで召喚ムービーつけた、コロミで、これ待て、これ、あ、これケルビーニファーバレでしょ、これ、うわ、出た、そのコンボ出た、その最強コンボ、これ融合強力出してきたモンスター、相手のエンドフェイスまで効果向こう、あ、もう効果向こうって効果発動できないみたいな効果あるんですけど、なんかファーファレルで一時的になんか除外することによってなんか何でもできるみたいな、なんか効果有効になって帰ってくるみたいな、これやべえ、ナチュルビースト、いや、まあ、関係ねえわ、ナチュルビースト、だって魔法カード入ってるもん、いや魔法カード1ミリも入ってないからあんま関係ないよマジで。はい、ホルス、ホルスも入ってるのか、なるほど、これあれか、タイタンギャラクシーかなんかで守んのか、ナチュルビースト、まあ言うて、でもそんな強くねえか、それはな、まあ大丈夫、魔法カード誰まかれまで全員黙る、これなんなら誰まかれますれば全員黙る場面来た、イムセティ、はい、いやちょっとホルスが足りな、ホルスの物量でゴリ押し作戦、ちょっとバージェストマンにはちょっときつくて、バージェストマンってなんかなんかとりあえず打点でめっちゃゴリ押してくるみたいなデッキあんま得意じゃないですよね、数でね、いや出た、パンツ丸見えお姉さん来た、ヨングウサ来た、マジックカード死者蘇生、これやばくない、これエンドフェイズ、これナチュラルビースト書いてる、やばい、これ落ちた、やばいこと起きたって、モンスター魔法トラップ全て無効だと、誰、
アポロウーサとナチュルビーストマジで余計できた。なんもサイコショッカーのせいでなんも見てウーサとかウーサとかなんか何ナチュルビーストガチでどうでもいいけど、サイコショッカーのせいでなんも見て、もうなんだよこのデッキって、宇宙最強かよ、僕が考えた最強デッキやめろ。